内山交渉労使提唱行物異議第6回昭和60年9月28日今日5条総選時にて収録。13条の左のページの5行目ですね。説法山神学大師主に示して曰く、三世諸仏火炎理にありて大法輪を転ず、蓮社院秀逸大師曰く、火炎三世諸仏のために説法す、三世諸仏立地長蓮語禅師曰く、まさに思えり紅白、さらに広告あり、五感陶器進出希望つ、烈焰合天仏法を説き、合天烈焰法仏を説く、風前戦断す葛藤家、一言間髪唯摩吉、今三世諸仏というは一切諸仏なり、行仏すなわち三世諸仏なり、十方諸仏ともに三世にあらざるなし、仏道は三世を特に格のごとく切人するなり、今行仏を尋ぬるにすなわち三世諸仏なり、たとえ地有なりといえども、たとえ不地有なりといえども、必ず三世諸仏なる行仏なり、しかあるに三位の古仏同じく三世諸仏を道徳するに格のごとくの道あり、しばらく説法の言う三世諸仏在火炎理天台法輪というこの道理なろうべし、三世諸仏の天望輪の道場は必ず火炎理なるべし、火炎理必ず仏道場なるべし、教示論理聞くべからず、下道二条知るべからず、知るべし、諸仏の火炎は書類の火炎なるべからず、また書類は火炎あるかなきかとも証拠すべし、三世諸仏の在火炎理の木になろうべし、火炎理に所在するときは火炎と諸仏と親切なるか天祖なるか、恵尚一女なるか恵方消防あるか、恵尚道場なるか恵尚道客なるか、天台法輪は天時天気あるべし、天時陶器なり天望法典あるべし、すでに天望輪というたとえ人大地、これ人火炎ないとも天下輪の法輪あるべし、天諸仏の法輪あるべし、天望輪の法輪あるべし、天三世の法輪あるべし、しかあればすなわち火炎は諸仏の天台法輪の道大道場なり、これを改良自良人良盆生良等をもて式上するは当たらざるなり、これらの良に良せられざれば、すなわち三世諸仏在火炎理天台法輪なり、すでに三世諸仏というこれ良を超越せるなり、三世諸仏天望輪の道場なるがゆえに火炎あるなり、火炎あるがゆえに諸仏の道場あるなり、蓮社曰く、火炎の三世諸仏のために説法するに三世諸仏は立地長報す、この道を聞いて蓮社の道は説法の道よりも道徳ぜなりという、必ずしもしかあらざるなり、知るべし、説法の道は現者の道と別なり、いわゆる説法は三世諸仏の天台法輪の所在を道主し、現者は三世諸仏の眺望を道主するなり、説法の道まさに、まさしく天望を道主すれども、天望の所在必ずしも眺望不眺望を論ずるにあらず、
しかあれば天望に必ず眺望あるべしと超えず、また三世諸仏火炎のために説法すと言わず、三世諸仏のために大法輪を転ずと言わず、火炎のために大法輪を転ずと言わざる終始あるべし。天望輪といい天台法輪というその別あるか。天望輪は説法にあらず、説法必ずしも至らんや。しかあれば説法の道の道主すべき道を道主し尽くさざる道にあらず、説法の在火炎理天台法輪必ず異質に参学すべし。現者の道に混乱することなかれ、説法の道を通ずるは仏意義を異議するなり、火炎の三世諸仏を在理せしむる一無人北海二無人北海の周辺のみにあらず、一味人二味人の通達のみにあらず、天台法輪を領として大小公共の領に義することなかれ、天台法輪は異次他にあらず、異節異調にあらず。まあ、そこまで。この巻、この行仏寺院の巻は大変長いですよね。この仏性の巻も長かったけれど、仏性の巻の場合、各説ごとにね、初めにその古俗を引いて、それでまあ一段一段こう区切った形になった。それだからまあその段の話としてまとめて読んで、そしてまた全体を見渡すこともできた。ところがこの巻はそういう商談の区切りがなくて、なんかダラダラと書かれてる感じだ。ほいでね、まあ、今日のこれからの説法山神学大師というとこから最後の締めくくりの段に入るわけだけど、ちょうど私がこの3月にここでやって、4月から以降休んじゃったから、これで半年近く休んでるもんだから、この今ここでもってこれを読み続けると、一体この巻に何が書いてあったんだか分からなくなっちゃうんじゃないかと思うんですね。それで分からない話しても意味ないんで、それでまあもう一遍ね、今日のところを読み始める前に、今までのところにその飛び読みしながらね、大体こういうことが書いてあるんだっていうことをね、皆さんに分かっていただいて、今日のところ読み続けたいと思うんですね。で、まあそういうことにして、この一番初めのところにね、正法現像行仏寺院、諸仏必ず意義を行足する、これ行仏なり、意義を行足するっていうのは、諸仏は必ず諸仏っていう形持ってる。しかしながらその形はね、必ずその行が充足して形となるんだっていうことですね。で、だから行が仏であり、行仏だっていうこと。これ沢広氏がね、いつも言われてたね、石川五右衛門の真似してね、まあちょっと真似だけだって言って、そして人のものを、まあ、取ったらもうこの真似だって言ったって、もうこれは立派なね、泥棒になる、一朝直入泥棒地だ。それと同じように、まあお釈迦さんの真似して、とにかく座禅するって言ったら、これはね、これは単なる真似だからって言うんじゃなくて、お釈迦さんの真似して座禅すればそのまんま仏だ、これ一朝直入如来地だっていうね、まあその行が仏だっていうことですね。で、ところが普通ね、その行ってもの、農業諸行ってね、その行ずる人と行ぜられる座禅という形とという、
農業と諸業とって二つに分けて考えてる。あるいは転造っていうね、転造する人と転造っていう仕事とってね、二つに分けるね。ところがそういうふうに分けるのはもう頭で分けてる。本当はその生命の実物としてはね、座禅したら仏っていうね、それも座禅のする行とその人とってね、二つにはならないんだってことですね。頭で分ける、考えるから二つに分ける。しかし実際に座禅するって言ったら、座禅するってだけでもあの仏なんですね。それが農業諸行っていう二つはない。それが行ってもんです。行ってのはね、大体あの第一度論によると、そのあれですね、行は神経に名付くって、体と口といいですね、この神経に名付く結局の話、全神人だ、我々の全神人であるっていうね、それが行っていう、あの私が言う生命の実物だ。二つに分かれる以前なのね。それ考えるから二つになる。それでない、考える以前のところじゃ誰でも生命実物生きてる。でそういう行物っていうのはね、その行物って言って仏っていうのは、仏さんっていうのはどういうもんだって、いつも仏っていうと向こう側の白もん考えるじゃない、みんなね。そういうもんじゃない。今行物って言ったらね、そういうふうに向こう側の考えられたっていうね、あるいは見られたっていう、向こう側の白もんじゃないんだっていうことをね言うのに、その以下ね、だから行物それ法物にあらず、化物にあらず、自称心物にあらず、他称心物にあらず、まあこれここからずっと そういう話が、その要するに仏さんっていうのはね、何らかの意味において考えられた、見られたっていうね、その既製品的に、あの要するにね、お仏像っていうのはね、これはもう既製品としてできてる。で既製品的にもうそこを置かれてある。ところが行物っていうのはそんな白もんじゃない。今実際に自分がやるっていうことだからね、そういう製品的に固定的に、そして考えた向こう側のもんとして思い描かれるもんじゃないってこと。それがあのその次にずっと書いてある。そしてこの二丁のね、左のところ 4行目の下からね、しかあれば、すなわち首相は無にあらず、首相は無にあらず、首相は善なにあらずって書いてあるね。これはね、首相ってのは今言う行ですね。修行昇華、これは今言う行物の行。それはね、首相はすなわち無にあらず、首相は無にあらず、首相は善なにあらず。この首相って今言う行っていうのはね、早い話がね、風みたいなもんだ。これあのこうやって扇でこう仰げばね、こそ風が来るわね。仰がなきゃ来ない。あ、仰げば来るんだから無じゃない。仰げば風が事実来るんだから無じゃないね。しかし仰がなきゃ来ないんだから無じゃない。あるって決まってるもんだ。さりとてないと決まってるもんでもない。で首相は無にあらず、無にあらず。いや この夏、まあ私信州行かせてもらったんだけど、信州行く楽しみの一つはテレビがあるってそれで信州さんのとこ行って、まず行ってすぐからテレビつけて見て、もう今時テレビ珍しがって見るやつあんまり多くないかもしれないけど、私にとっちゃそうだ。それでもっていろんなテレビ見てるうちに、あのね、風につ
風の話っていうのが、ね、あったんで、こいつこそが面白いだろうって、見てたら、あの、だいたいあれだね、風洞っていうのね、そこからこう風出す風洞で、これ5メートルの風っていうと、まあ、あの、ちょっと風は吹いてるなって言ってると、それから10メートルの風、15メートルの風っていうと、ハーッと吹いたら、25メートルの風って、わーって、もう何から何まですっとんじゃん。あれで40メートルっていったら、もうあらゆるものが窒息しちゃう。あれの風っていうのも、あれ、これ風、これが風ですって言ったら、既製品的にね、陳列して置いておくわけにいかないんだね。あるいは風洞から出して初めて風、あるいはその天然の風でも高気圧と、高気圧っていう風の送り手と、それから低気圧っていう風の受け取り手とね、あの、あって初めて、あの、なんていうんだ、ピッチャーが投げてキャッチャーが受け取るみたいにこう話するわけなんだね。結局そのする人、風を送る人とか送られる風とってね、別々じゃないんだね。その結局だから、既製品的にあるもんじゃない、さりとってあのないとは言えないんだね。無にあらず、無にあらず。そして結局それも無とか無とかって判断するのはね、その人間の頭なんだよね。頭でしかないんです。ところが人間は、人間の頭の方が本物だと思って、あるかないかってね、あのどっちかの方かばっかり考えてる。ところは本物はってね、私がいつも言う生命の実物はっていうと、腕や無にあらず、無にあらずだ。そして善なにあらずっていうのはね、この二つに分けて考えるっていうね、頭の考えで汚されていないってこと。今ね、それでそれから、二丁の左の二行目の下から総経は、ただこれ不善な、これ諸仏の五念するところ、何時また如ぜ、我また如ぜ、内視採点所存また如ぜ、しかあれば、すなわち如訳如是のゆえに諸仏なり、五訳如是のゆえに諸仏なり、まことに我にあらず、何時にあらず、この不善なに、如後是後、諸仏諸後年、これ行仏異義なり、如如是如、諸仏諸後年、これ行仏異義なりと。いや、ここでね、総稽古物いわく、ただこの不善な、これ諸仏の五念するところって、今言うようにね、この二つに分かれた、あるかないかってね、の小か死か、すべて二つに頭で分けてますね。その分かれる以前のところ、それが不善なです。不善なの生命実物だ。これこそが諸仏の五念するところ、狙いどこだっていうのね。で、ここで注意しなきゃならないのはね、諸仏って、諸仏って言うと、また皆さん向こうはあの過去の諸仏だと思ってんじゃない、過去の諸仏がだと思って、そうでないんだ。その過去の他人として思い描いちゃダメだ。だから、あるいは私ね、私が修行した結果いつか諸仏になるのかってね、未来の自分として思い描いてもダメだ。そうじゃない、その諸仏っていうのはね、今ここでその発心して頭手放しする、その頭手放しして座禅するってね、それが諸仏、生命実物する自分自身がその諸仏だ。その、それで諸五念っていうのはね、一回だけやらいいんじゃない、一回だけ頭手放しってそれでいいんじゃない、これ手放し手放しってね、これが諸五念だ。
いつでもその頭手放しってね、それをやってる。だから発進百千万発だ。百千万発してそれを狙うって、それが諸五年ですね。普通ね、その座禅っていうか、その ZZ の線に対して今座禅してる、この ZZ の線になりきることだってこう思ってる。みんなそのくらいだ。ところが今座禅してるとふーっとこうなんか思い浮かぶね。そしてまたこれうっかりすればだんだんこう思いが大きくなっていって大きくなっていっちゃう。ところが今ね、座禅っていうのはね、そのこの ZZ のこういうふうにうっかりしてれば、こう大きく妄想が思いが発展していっちゃうんだけど、そうでない ZZ の線になりきることじゃって、ね、まあ普通にその辺の座禅の本にはそう書いてある。ところがそんなこっちゃない。生きた人間としてね、その思いが全く浮かばないで、それで ZZ の線になりきるなんてことはありえない。ありえたんだったらそれはもう物質になっちゃった。そうでない、人間として思いは頭の分泌物だもんじっと置いといたってちゃんと頭から分泌していくんで、ふーっと思い浮かぶんですね。思い浮かんでこの思いの中にみんな首突っ込むから問題なんだ。あいつは憎いってちょっと思い出して、だんだんあれすると、そうするとよし俺はあいつを殺すんだってとこまで行っちゃうんだね。ところが今大切なのは生命の実物、この ZZ の線にですね、どの段階でもいいから変えること。いつでもいつでも頭手放しして、どの段階でもいいからね。でだから座禅してて全く思いが無になるってことはないね。ただ頭手放しっていう、その手放しを百千万発する。そのね、座禅っていうものは頭思いの手放し百千万発してる姿勢なんだ。それをよく知っておる。それでそんなね、その ZZ の線になりきりましたっていうね、そんな既製品的なその知らものはないんだ。生きてるってことはね、息するんでもそうだ、その今の息は今しなきゃそれで俺いっぺんに息しといたから、あとはもう息そのままなりきったからってね、それで放っといてじゃあ死んじゃうわ窒息して、そうでない、その刻々に今の息は今しなくちゃ、これが生きてる。同じように ZZ の線に今の命に今変えること、それが奇妙。それでだから一遍だけ南無阿弥陀仏って一遍だけ言っていいんじゃないの、そのどこまでも南無南無とこうね奇妙をしていくっていう、座禅でもそう、頭手放して実物に変える、実物に変えるってね、それを百千万発してる。それが座禅ってことですね。それで決してね、だから悟りそのものなんてものはありっこないんです。おとぎ話だ、そんなことは。そういうおとぎ話を本気になって聞いちゃいけない。高断坊面みたいなね、悟り開いたでしょ。ほんでそうでない、生きてる話をしゃべそれで同じようにですね、行仏意義っていうのもね、何か特別の意義があるのかと思って、そして意義即仏法、作法即修士だって言ってね、それで何か
特別の作り物みたいな顔してるんじゃ。それがね、そういうつもりでこの行物異義を読み始める人がいるんだね、やっぱり。だけどこの行物異義の巻にどこ見てもそんな作り物の顔することだって書いてないもん。そうでない、もっと生きた話がこの行物異義の巻に書いてある。でだからね、そうしてみるとね、座禅だけに限らないんだね。実は私この巻を読んでつくづくの一句は掘り下げたっていう思うのはね、座禅だけが座禅じゃない、ね、これ私の一生、私の人生っていうね、自分の人生っていう一生そのものがね、一つのね、一中の座禅だって、この巻読んでつくづくそう思うね。この座禅っていうのは、まああれだ、はじめ一中の座禅っていうけどね、この中っていうのは一本の線香のことだ。だけど一本の線香をね立てて、それまああれして、それから今度禁品してまた禁品してってね、座禅して禁品座禅禁品やってるわけだけど、本当はねそれでもって、まあ私が安泰で接心したするときに、その絶対無言の行って、無言の行って人とね言葉交わさないとね、5日間なら5日間が一中の行、座禅なんですね。それをね、その接心に来てた人、座禅終わったって言うんで、ああって言うんでさ、お互い同士釈放して、それで話するとそれで途絶えちゃう。ところがその言葉だ交わさないで自己入りの自己っていうの、まあ私がそういう座禅始めたのは、その沢木老師が座禅とは自己入りの自己になることであるというね、自分が自分を自分することだって言われた。だからそいつを自分だけになるんなら、もうその釈放なし、全然話をしないで座ろうって言うんで、それで始めたわけだね。そうしてみると5日間がなら5日間の座禅が、接心が一中の座禅なの。それだけ拡大するね。ところが今このまた行物の巻読んでとつくづく思うの、何一生が一中の座禅だ。座禅しててもね、これ今言うようにうっかりすりゃ頭宙に浮いてすっ飛んでっちゃう。ところがいつでも手放せばまた座禅に帰るんだからね。それと同じように我々の一生のあれでもね、今ここで頭手放しして悪いとことはないんだ。座禅の格好をして壁に向かって座ってる時だけがね、座禅であって、そうでない時はその頭手放しできないのかって、そうだないもん。いつでもこの我々ね、頭手放しすりゃ頭手放しすりゃパンと落っこちるんだ、間違いない。いや私は凡夫でこれが手放せませんって、そうやって握ってんだからダメだ。凡夫もクソもない、とにかくとにかく手放しちゃ落っこちるんだ。それでその点から言ったら、何我々の一生もね、座禅も同じだもん。一中の座禅だ。座禅してたって、まあ、いろいろ考えることは考える、頭が浮かぶんだ、それただ手放す。今我々の一生の場合でも考えることは考える、しかし手放しは手放す。まあ西有禅師の経典読むと、煩悩は寝なし草じゃっていつも言ってるね、寝なし草。あれ西有禅師の一世一代の言葉だと私思うよね。
寝なし草。どんなことでも寝なし草です。俺もだから私西八善寺の警笛、まだ坊主になる以前から一生懸命で寝なし、煩悩は寝なし草だ。それは分かってた。だけれどそれにしちゃ煩悩が多すぎるの、これいかんせんっていつでも思ってたね。それに対してね、その寝なし草だから発心百千万発そのして、その手放せって、そこまで西八善寺言っといてくれと、もうそれでそのとおりで、それで肩がついてた。ところがそのいかにも警笛読んでると、これが寝なし草が全くなくなって、これでスカッとした悟りがあるみたいなことがまた片っぽに書いた。その悟りっていう既製品があるみたいに書いた。それでもってだからまあ大苦しみしたじゃないか。しかしながら何愛してみたらね、たった今私が全てのことを公開して喋ってん、この座禅をね図解して喋る人間なんて私は初めてだと思う。座禅を図解してるっていう、座禅の図解っていうのはないもん。ほら私のようなね、あれだったらよくわかる。それを百千万発すんだ、ね、どこの段階でもいいから。その今もうあいつは憎い憎いって言ってるうちに、もう俺はいよいよ殺しに行くんだって言って出かけてった途中でもって、あっって言って、それで手放しはそれでもいい。結局ね、どこの段階で見るか、その手放しはまっさらだ、生命実物だ。でなるべくなら余計なことしないんで、刻々にね、手放しってやってる。そんなに大きく育て上げる以前に手放すことだね。その手放しを百千万発しているっていうのが、これがその人生運転の秘訣だ。それを業物意義って言うんだね。だから決してね、だから、私、まあ、前にもいつも言ってるけど、業物意義の意義っていう字ね、この意義っていう字は切り食わないって話初めからしてんだけど、これ女を保護を持ってね、厳重に囲ってるって字だもんね、格好が。要するに我々男はいつでも女って考えたらどっかでそれをそのいかにも厳重に、その女っていう女に代表される僕的思いを厳重に武装して、そして俺を偉そうに見せるっていうのが威厳の意だ。しかしながら本当のね、道元禅師のこの正法眼図はそういうね、普通の言葉を使いながら、それを仏法的意味としてはどうかっていうね、いうのがこの正法眼図だ。それでその正法眼図を読むことによって、いちいちこの仏法的見方をね、我々身につけたいっていうことだ。それで結局ね、そのあれだ、この凡夫的思い、女っていうのをですね、この保護で囲う、この保護はね、頭手放しっていう保護だ。いいですか、我々凡夫的思いがないわけじゃないんだ。しかし頭手放しっていう保護で囲うところに、本当に仏法としての意の意がある。そこのところが、だからその胃の形だ。だから私がの、まあ、言葉で言うなら、その頭手放し、それでもって、どうせ思いは頭の分泌物だもん。その思いは頭の分泌物である思いをですね、主人公にしないで、頭手放し、そこのところで人生運転していく。これがあの私ね、今その肺が肺臓で
昔からの肺病はね、それが肺が半分しか働いてないんだそれだもんだからね、そのこういう高温多湿っていうね、この温度が高くなって熱くのむっとしたようなあれになると呼吸困難を起こすんだね、酸素不足になる。その酸欠のためにだから温度がこう刻々に上がっていくときにはもうダメになって伸びちゃって、ね、起きていられないで、ね、寝てばっかり、ね、それから今度それ反対にこう涼しくなって身が引き締まるときには大変元気になって、ほいで毎日一時は散歩してとね、これ病人なんだか病人じゃないんだか分かんない、まあとにかく 病人じゃないんだけれど、もう 肺が半分しか働かなくなって年取ってくると苦しくなりますよってお医者さんにも言われて、確かに苦しくなってきて、今喋ってても時々あれしますがね、まあ勘弁してくださいそれからいやだけど半分しか働かない肺の割には大きな声出してんじゃないか病気じゃない、元気なことは元気、しかしながらどうもちょっとおかしいんだね。それで、まあ そういう余計なことは言い始めるとすぐ脱線するからだけど、宗家曰くただこの不全な諸物でしょ物資少年何時また如ぜ我また如ぜないし最天所存また如ぜ何時また如ぜ我また如ぜないし最天所存をまた如ぜですね。本当にね、普通さ我とか何時とかってね、決まったものがあるように言ってちゃう。ところがね、本当は頭だけでもって我々があこれは俺だ、あれこれはあなただって言ってね、分けてるだけの話。本当はね、頭以上のところではね、もうそれ如ぜっていうかしょうがないんだってことだね。この夏信州でもって行っててね、まずあれなの信州で我が散歩コースをどこにするかって、その地図買ってきてそれでこうやってみて、結局の話私が言ってたのは塩尻だけど、松本平のね田んぼ、広い田んぼね、そこだけで電線一つもない田んぼ道を往復一里歩くコースをちゃんと作った。そしてまあ山が こっちには見えてるけれど、大空を見ながら歩いてる。ところが台風13号だか14号だか来た頃だ、あの頃この雲がね、とってもじゃないけどまた非常に綺麗な、そしてまた面白い雲が黙々とあっちもこっちもね、空中もう現れてんだね。これでね、嬉しくなっていちいちその雲に名前つけてやろうって言うの。これで雲吉、雲助ってまあ名前を一生懸命考えて、愛してるうちにね、雲ってやつはね、大きな図体の割に頼りないんだね。刻々に変わっちゃう。ほいでもって名前つけて、あいつ雲右衛門ってね、あいつは雲助って言って名前つけてる間に変わっちゃう。ほいでね、ところがあれでもってつくづく思うのは、人間ってやつもね、もし駒落としフィルムっていうんでさ、こう撮ってみたらみんなあれと同じなんだね。おやって生まれたかなと思ったら、むくむくむくって言って、そして美男になり美女になりって言ってるうちに、しゃくしゃがだらけになってしぼんでったと思ったらパチンってなくなっちゃう
もうみんなね、雲とね、人間とどこが違う。ただね、その雲は大きな図体してる。で、人間は多少時間的に長いっていうだけで、本質としては変わらないもん。だからね、その何時我っていうのはそう決まってるんじゃないんだってことをよく知っとかないといけないね。で、その結局本当なのは天地いっぱいの二つに分かれる以前のその生命実物がな、あのこれとして現れているようなものだ。だからそれを如是だ、何時また如是だ、核のごときものでしかないんだね。だから我また如是だ、そして内心最低諸祖もまた如是だ。それで結局それをね、だから今まことに我にあらず何時にあらず、この不全なに我のごとくこれ我諸物諸念これ行物異義なり、何時のごとくこれ何時諸物諸念これ行物異義なり。つまりね、我とか何時とかっていうね、なんか実体的なものは本当は何にもないんだっていうところですね。だから我にあらず何にあらずで、結局頭手放し二つに分かられる以前のところで、我のごとくこれ我なんだなっていうことをよく自分に言い聞かせることね。それで何時のごとくこれ何時なんだなっていうね、よく言い聞かせる。それを五念していく、狙っていく、これが行物意義だっていうね。だからこの辺のところで行物意義っていうね、あのことのそのあり方をよく知らなきゃダメだ。つまり行物意義っていうのはね、私の言う言葉で言えば、思いは頭の分泌物なんだ。これみんな頭の分泌物だけを主人公にしてんだね。ところはそうでない、頭の分泌物は分泌物として、頭手放し手放し、これで生命実物に帰ってその人生運転していく、あの諸物諸念だね、それがその行物意義だ。でそれからね、その三丁の左のね5行目とか見てください。法のために法をするのみにあらず、真のために法をする意義ある、者は無料なること忘るべからず。だからこの生命実物運転のところにね、いかなる意味においてもその概念的実体塊っていうものはないんだ、こうって決まってることは一つもないんだ。でだからシャってね、この捨てるっていうことさえも語るまじゃない。とにかく頭手放し、百千万発して、そして本当に二つに分かれる以前の生命実物に今変えること。だから、シャは無料なることを忘るべからずって書いてあるね。それで、それからいかんところね。だから、物量を年代して大道を指揮度量すべからずって、 あるいは心量をこらえして意義のを模索すべからずっていうふうに書いてあるけど、つまり物量とか心量とかってね、なんか決まった物差しを持ち出してね、そしてその行物意義を向こう側に置いて、行物ってことを向こう側に置いてね、測っちゃいけないってことがこのところずっと書いてあるね。そしてご長の右、ご長の右ページの5行目、知るべし出生は道にあいているるなり、入試も道にあいているなり、その自身美心に玉天主界の
異議厳然するなり、仏意義の一遇を嫌悪するは人健康第一なり、人生児古来なり、人説なり蓮華なり、これ人説蓮華おのおの一遇なり。要するにね、生まれてくるのも道にかなって生まれてくる、死ぬのも道にかなって死んでいく、結局頭も正しく尾っぽも正しいっていうのね。犬が東を向けば尾っぽは西を向くわ。それでその頭も尾っぽも正しいっていう。で全てね、何から何まで自己切りの自己、その得ないの玉だっていうのね。これは結局この今私が右に左にはめてるね時計をそっと盗んで右の手にはめてみてもどうせこれ時計がこっちからこっち移っただけでもってなくなったんでもない、儲けたんでもない、もそれが得ないの主欲の縁伝なりで、結局の話、不来不幸の如来如故だ、の自己切りの自己の生命の毎度する話だけど、そのいかにも本当は般若心経にも出てくるように風生風滅風空風上風造風現なんだ、もう絶対出入りないんだ。しかし出入りないかっていうと、そこにいかにも出入りがあるように見えてるわけね。これ私がいつもする紅茶の話、コップの中でもって紅茶が熱湯入れや出てくる、出てくるけどじっと置いといてもこうムラムラしてるっていう、暗い不幸のところに如来如故だ。で結局のそれで二つに分かれる以前の生命、天地いっぱいの生命実物のね、その今ここで仏意義の一遇を嫌悪するは人健康第一なりってのね、この今そういう二つに分かれる以前のその天地いっぱいの生命実物の意義を今ここで荒らしめるのは、また人健康第一、人生児古来なりってね。これもいつも話してるけど、結局ね、そのチューリップの花が春になって出てきて、こっちは真っ黄色、まあ、こっちは真っ赤、こっちは黒いのって言って、たくさんいろんな鮮やかな色が出てくる。しかしこれその地中の中から地中の中にこんなね、そのいろんな鮮やかな色があるのかなって考えてみたら、そうじゃない。チューリップはその空気からも栄養分取ってんだし、太陽からも光を受けてんだし、熱を受けてるんだし、こうしてみると何、チューリップがここ今ここ鮮やかな花が咲くっていうのは天地いっぱいからこのあれするんですね。だからその物意の一遇を嫌悪する場っていうのは、荒らしむるは人健康第一だ。で人生に来られないって今我々がこの頃私のあれも、あれだね、急にこうシワが増えたような、あるいはこ の眉毛が白いやつが出てくるもんね。これ私のうちにいた時は分かる、信州行って清水さんのうちじゃもう明るいところ、洗面所が明るい挙句にこの紙がついてんで、それで見たらこのところ真っ白になって、こんなに俺は年取ったのかってはっきり分かったね。これはこの白髪の眉毛一本でもこれ人生児古来だ、人健康第一だ。これは天地いっぱいからこの白髪
の松が一本でも出てくるんだね。でところがね、この人健康第一なんていうとね、みんなあのケチいっぱいっていう言葉は私がよく使うけど、そうするともう座禅してても急に体がムクムクって大きくなって、こうしてだからこうやって歩いて、俺はこの頃座禅するようになったっていうか、そういうことを言うやつがいるよね。そういう空間的にね大きくなることじゃないんだ。人健康第一っていうのはね、天地いっぱいっていうのはそういう空間的広がりの話じゃないんだってことがその次に書いたら、その、ね、学人多く思惑は人健康というはこの南千部衆を言うならんと見せられ、またこの一子衆を言うならんと見せられ、空間的大きさかと思ってその話がこう書いてあるね。そしてその五丁の左の下の、最後のブツブツソソ、それからその次のページのブツブツソソの同種する人健康の意義、人大地の意義、共に不造造を変界と山岳すべし、変界不造造なるのみにはあらざるなり、これ行物一中の意義なり。私の言うことはちゃんと書いてあるじゃない要するにね、その天地いっぱいっていうのはね、その不造造変界、不造造を変界と山岳すべしって、結局ね、あのあれなんですね、隠れていな隠さないっていうだけが、あの変界っていうものがあらかじめあるもんじゃないんだってこと。いいですか。なんか変界っていう空間的広がりを持ったもんがあるんだろう、そういうもんじゃなくて、そうでない今頭手放し、不造造を変界と山岳すべし、頭手放しっていうね、その時ところにこの頭手放しするっていうのは不造造だということが、その行物ということのその生命実物ということの一中の意義なんだね。行物一中の意義なんだ、最も的中した形だと、ね、つまり変界不造造なるのみにはあらざるなり、その今何が天地いっぱいかってね、今私が頭手放しにするってことが一番天地いっぱいだ。で以下のところはね、そういう生命実物としての人生運転ですね、行物のに関連してね、そのこれ、まあ、我々生児の中でもってね、そのそういう人生運転するんだからね、それで以下あのそれから以下のところでいろんなその行物が行物として生児する様子を言うのが、その大正乱小小化粧必勝化粧っていうね話になってくるわけです。それで七丁の右の左から二行目、知るべし庄司は仏道の安理なり、庄司は仏家の長度なり、死や養子なり、妙や妙徳なり、故に諸仏はこの通則に命名なり、この容姿に徳徳なり。だからね、この仏道っていうのはね、決してね、その生理的に生きるための話じゃないんですね。またこの世をいかに世渡りするかって、世渡り諸生の話や。仏道の話はこの生じぐるみ、死ぬことぐるみのその生じを一目に見渡したところ、それを実物みたいにするんでね。でそうしてみると、この我々が生きたり死んだりという生じ、生じっていうのはね、仏道の日用品みたいなもんだってね、いうことですね。その生じは仏家の長度なんだ。で
死や容姿なんて使おうともやいつでも使える。それから妙や妙とこないと諦めようとすれば諦められる。自由に使いこなせるんじゃなきゃダメだ。でところがあのあるいは言うただ人道のみに諸仏出世すっていうね、この七条の左の四行目のところに書いてある、ね、ところがそうでない。その仏っていうのは決してね普通に考えてるようなその考えられた代物じゃないんだ。それで そういうのは全く違うんだっていうことがその以下のところにずっと書いてある。そしてだから行仏 あの八丁の左のところに書いて、左のページの五行目の下のところに行仏の意義を著見せんとき天上人間の魔の子を用いることながれって書いてあるね。要するに行仏意義っていうことをあれするのに、天上人間の我々の目でもって見ようとしちゃダメだって。それでそれからあの屠殺戦だとか何だとかの話が出てくるわけだ。その挙句にね、11丁の右のところ3行目の下で了承達志の大道をすでに活達するに古くよりの道主あり、大将は生じを真に任す、生じを身に任す、生じを道に任す、生じを生じに任す、この終始現るる古今の時にあらずといえども行仏の意義骨にとして行人するなり。まあそれから 4行飛んでそのこの人々の道理すべからく真を参求すべきなり、その参求の没には万回これ真の明白なり、三外ただ真の大脈なりと地牛し絵種す、この地牛絵種さらに万法なりといえども自己の佳境を行主せり、当人の格形を弁ぜなりと書いてある。上にねその生じを生じに任す、その了承達志の大道すでに活発するにその古くよりの道主ありかね、大将は生じを真に任す、生じを身に任す、生じを道に任す、生じを生じに任すところがあるね。そしてその11丁の左のその2行目のところにこれ行主に一任せるところ、すべて任せるっていうことは、この人々の道理すべからく真を参求すべきなの。すべてね何でも生じを生じに任す、あるいは真の行主に任すとね、いうその任すっていうことはね、道理はどこから来るかっていうと、すべからく真を参求すべしっていうのはね、この本当にねその大体ね我々いつも言う辛抱一如だ。あるいは一心一裁法、一裁法一心ですね。これが仏教なんですね。結局心っていうと我々が生きてる自身だから、法っていうと万法だ、諸法万法、いかにもこちら側と向こう側とって二つにあるようだけれど、そうでない向こうとこちらと分からない、分かれる以前の生命実物っていうの、これが仏法の話ですね。しかしながらね、だからこれをまあいつも私が言うのは、その万法っていうのはねを生命体験しながら私は生きてる。だから私万法は私にその生命体験されながらある。だから万法と自身とっていうのは2つじゃないんですね。それをこう万法と
自身とって切り離すのが西洋流の考え方。そうでない、それは二つは切り離れないっていうのがこの自他脳種ね、もの脳種、見ると見られるとって二つ分かれる以前、あるいは自分と世界とって分かれる以前って、それが大切なんだ、実物なんだ。そういうそれにしてもね、我々が直接に生きてるのはこれ私がいつも生きてるんだからね。だからこの人間の道理、すべからく真を探求すべきなり、自身を探求しなきゃ。でその探求のごつには満開、これ真の明白なんだ。すべてのものはね、真の明白なんだ。それから三害、ただ真の大客なりだ。その三害って言ってもね、自分からそう大客ってのは大いに隔たるけれど、隔たってるように見えながら別物じゃないってことが大客ですねと知遇し得し、これまずそういうふうに分かる。ところがそういう知遇得しっていうと、いかにも考えられたっていうね、向こう側のもののように思うけれど、その自己の過境を凝取せる、これはもうその考えそのものぐるみ自己なり、生命実物なんだ。だから当人の格形を弁でないとね、我々の当人の格形がすなわちこれなんだっていうことですね。それでそれが